はい、それは2023年エルゼミのね、ガイダンスというか、勉強のね、これからの仕方について、仕方っていうかゼミのね、活用などについてのお話をさせていただきたいと思います。担当レクセンに今週弁した坊信之です。皆さん、こんにちは。はい、始まりましたね。というところで、エルゼミのガイダンスというところで、じゃじゃん、今年もやってきましたよ、エルゼミ。ね、皆さん一緒に頑張りましょうよというところで、ぜひね、本当に一緒に頑張っていきたい。ちょっとね、エルゼミ何やるか話はいろいろするんですけれども、エルゼミの3つのポイントとかってね、パンフレットに書いてありますよ。何かと言ったら、エルゼミの3つのポイント。これはレックが言ってるポイントね。1、消えてな。1、実力のある、この間恥ずかしいですよね。なんとなくね、自分で言うのもね、実力のある折り紙付きの講師が熱血指導と。ちょっとなんて見えないですけど、熱血指導かどうかはね、別としても、熱意あふれ。面白いですよね。面白いですよって変だけどさ。私は結構、頑張って皆さんと一緒にやっていきたいなと思ってるんですけど、受講生の広告が何より嬉しいと。心燃える講師が各クラスを担当しましてね、今年珍しくこれ取り上げてみますけど、ただね、実際それはそう、こう書いてるとあれですけど、やっぱり私、ずっともう講師やっていて、その前は学習塾で教えてたんで、教えること自体がすごく好きで、やっぱ何のために教えてるかって言ったら、純粋に受かってほしいわけですよ、皆さんには。だから、やっぱり受からなくて、買った時に私もやっぱり当然皆さんに比べたらですけどショックですし、やっぱり皆さんにぜひね、やっぱり受かってほしいなっていう気持ちはやっぱり一番そこは大事ですかね、に持ってる感じですかね。だからそういった意味での、いろんな、じゃあどうやってやろうかっていうのをゼミで工夫してて、よくね、あとは2番、3番っていうところで、特にこの3番、2番はね、カリキュラムに関しては、これはもうレックの方で問題、ご用意していただいてるんで、これはもうレックを信用していただければいいと思ってるんですけど、その3番ですかね、少人数による効率的な学習スタイルっていうところで、よく講座とゼミって何が違うのかよくわかんないよね。そもそもゼミってさ、なんだよって感じだけど、講座とエルゼミの違いなんですけれども、言ってしまえばエルゼミっていうのはさ、私と、二人三脚でさ、やっていくような講座なんです。仕組みなんですよ。だから通常の当連とかであれば、問題書いて、いっぱい添削されて、みたいな、帰ってきて、それを自分でね、フィードバックしていく。だから、問題を解いて、添削をしっかりしてもらうぜっていうのは、場合であれば当連とかを活用していただくっていうのが、私は、ベストかベターじゃないかなと思うんですね。で、そうじゃなくって、多分自分の癖とかさ、そういったところについてを、どう評価していくか、例えばどう直していくかっていうのを、一緒に楽しく、やっていくっていうのが、私はエルゼミの方、ゼミの方の、一つの、醍醐味というかさ、じゃないかなというふうに思っています。皆さんと一緒に、私自分がこうゼミをやって、ゼミ、実はゼミだけじゃないんだけど、通常の講座ですよね。講座でやってる中でも、一番大切にしてるところってのは、やっぱり楽しくやる。受かってほしいってなるんだけど、勉強を続ける上では、こう楽しくやっていかなきゃ、やっぱ続かないですよ。で、エルゼミとか受けていただいて、合格した人の中でね、時々ですよ。今、祝賀会ね、コロナ禍でできなくなってしまいましたけど、それでも合格報告会とかでさ、ゼミ出身の人とか話したりするときにさ、いやー、先生、今年ね、もう受かってね、よかったですと。ゼミね、実はもう今年も取ろうと思っててね、ゼミ取れないのが残念ですみたいなね、いうふうに。言っていただいてね、ゼミ楽しかったからね、今年も取りたかったですよって。じゃあ別に受かってもいいから取ればって言ったら、いや、それはお断りしますって言われますけど。ただ、やっぱりね、その、ゼミを、楽しいと思っていただいてるっていうことは私はすごく一番嬉しい。もう何が一番嬉しいかって、やっぱそれがやっぱり嬉しくて。やっぱゼミとか勉強してるって勉強つらいじゃないですか。ね、すごく皆さんが苦労されてるのもよくわかりますので、だそういった意味では皆さんが本当に楽しくできるっていうところですかね。そこを私はすごく重視してる。っていうところです。だからちょっとババゼミで意識、ちょっとごめんね、これね、下、横黒くなってますけど、ちょ画面今日広いんだよね、普段よりか。そうなんだよ、ここまで俺映るんだよ。っていうね、そういうね、やっぱエレックもいろんな仕組みがあるね。なので、まず当然じゃないんですよ、私のゼミっていうのは。だから、1対1
で皆さんと、まあ、一緒にねやり取りをしていくっていうことです。特に私は大事なのは点数を取ることを意識してほしい、あの相対的な位置づけを意識するっていうことですね。で特にやるべきことやらなくていいことっていうのをしっかり分けていくってことが私は勉強では大事だと思っています。極端なことを言うと、例えば過去問を使います、レジュメを見ます、審査基準を見ますと、これはね誰か分かる人に聞けば全部解決するんですよ、うん、多分ネットでもそうですし、まあ、最近はねツイッターとかでも親切にねこう聞けば誰か教えてくれたりしますから、それで全然勉強っていうのは進んでいくんですけど、じゃあなんでゼミとか、まあ、こう例えば講座とかで取るのかって言ったら、どこが重要でどこが重要じゃないかっていう判断っていうのが難しいんです。ずっと毎年いろんな人の答案とかいろんな人の勉強を見てると、あここはみんなつまずくなとか、あここは多分できないだろうなっていうところの判断っていうのは我々はできてるわけですよ。なぜかいろんな人見てるから、うん、でもなかなかそこってさ、あの自分だけだとわからないし、例えばじゃあ合格者の方に聞きましたね、事務所の弁理士さんに聞きました、その人の中での判断基準であって、じゃあそれって他の受験生ってみんな分かってるのか分かってないの、ね、その先生ね、その例えば聞いた弁理士さんがこれは知ってた当たり前だよって言うけど、じゃあ他の受験生もそれってみんなできるのかって言ったら、それは分からないんだよね、うん、だって別にいっぱい受験生見てるわけじゃないから。だからそこがやっぱり私とかだったら、まあ、それに基づいた上でアドバイスをしている状況ですね。だからまあできないことについて今はできなきゃいいよと、要するに論文では特に相対的な位置づけってなってきますから、やっぱ確実に皆さんができるところをしっかりできるようになってほしいと。でその上でじゃあ自分は論文というのは何を考えているか、それも過去問です。過去問を徹底的にやっていただくということになっています。であとはまあさっき言ったように楽しく進めると。でねこれ結局ね、まあ、楽しく勉強進めるというのが一番大事で、さらに勉強のその次の段階で考えた時に点数を取ることと正解することって書いてあるんですけど、論文の最優先は点数を取ることです。うん、あのね、あんまりね、正しいかどうか、まあ、当然正しいか正しくないかはあるんだけど、うん、で特にねやっぱり最近の傾向を見ていると、弁理士としてどう判断するかっていうのがよく聞かれます、うん、だからそれはやっぱり実務的な視点っていうのがあるので、ちょっと本当ねゼミあの担当してるあの先生、あの私もみんな含めて結構実務やられてる先生たちですから、まあ、そういった視点でね、やっぱりああこれ実際の、ね、出願だったらこういう対応しないよとかっていう、でよくあるわけよ。最初の拒絶通知に対して特許でね分割出願します、確かに制度上はできるんだけど、うん、最初の拒絶通知でいきなり分割出願っていうのはめったにやっぱしないんですよね、うん、あの当然意味があってする時ありますけど、だそういったところなんかもやっぱりしっかり伝えていくっていう形ですかね。で具体的なゼミの学習スタイルっていうのをちょっと書いてありますけど、まず一つ目、前半、ゼミってね前半と後半という書き方してます私。でどっかさね特別講義会が途中で入るんですけど、例えばこれ私の講座の新宿のねスケジュールだと土曜日です、毎週土曜日ずっと続きます。でこう真ん中にオリジナル講義っていうのがあります。ここあでごめんねこれ1時から4時ってなってるんですけど、あの私の場合ゼミ終わると実質5時なので、あのプラス1時間勝手にしてますけど、うん、あの終わらないんですよ話とかいろいろあると。だから大体ね1時から5時ぐらいまで想定してもらえるとありがたくて、うん、でオリジナル講義っていうのがあります。でまあ、5時まではかかるんですけど、5時から違う講座始まっちゃうので、だからまあ大体まああのそうね、まあ、4時45分とか結構で、その後自分で作業とかしてもらうので結構5時過ぎとかまでやってもらったりするので、結構ね4時ぴったりで終わってないです。でねこのオリジナル講義というのが真ん中にあって、ここで前半後半と分けてます。で前半についてはまずこれは勉強の基本をしっかり確保していただくっていうことで、最初ね予習問題っていうのをお渡ししてます。うん、でそれに基づいて答案を自分 の中に作成してもらって、でね私のゼミの場合ね答案をその場で回収まずしないんですよ。どうするかしたらね、まず自分の答案を分析してもらうの。だから要するに何て言うかってね、自分の答案を客観的に見てほしいんです。まずで、あここは違うよね、あのもう簡単に言うとね、自分の答案を自分で添削してほしい。でなぜそれかっていうと、自分の答案を自分で添削できるようになったら過去問の勉強ができるんですよ。過去問ってさ、論文の過去問って確かにあるんだけど、どう使っていいか分かんないでしょ。よく読めばなんとなく分かるけど、これ使ってどう勉強するのっていうのが難しいんだよね論文って、うん、でその論文の過去問のレジュメを使って自分で勉強できるようになるためには、自分の答案を客観的に評価できるようにならなきゃいけないんですってことになるので、じゃあどうしましょうかって言った時に、自分の答案をしっかり分析できるようにするっていうのが目的で、じゃあねなんか自分で自己採点して終わりなの？いやそうじゃないの。自己採点、自己添削みたいなことをしてもらって、それを私が見るんです。で合ってるかどうか、いやそこまでチェックするのやりすぎだよ、いやここは OK にしちゃってるけどこの表現じゃ足りないよ、
それによってよりこう正解に近い方向に持ってってほしいんですになってます。でさらに、私 の, こうあのゼミでは2つあって、1つ学習報告っていうのを毎週出してもらうって感じですね。でもう1個は分析シートで、この6番がすごく重要になってきます。でこの学習報告っていうのは何かっていうとね、こういうゼミの毎回学習時間とか、そのゼミで今週分かったこととかで、こういうのをね書いてもらうんです、うん、ネットでね、で書いてもらって、でそれを次の週で配ると。でそれによっては他の人はこういうこと分かってんだとか、で自分の復習としても、あ今回このゼミでこれが分かったぞとか、うん、あこういうことが分かんなかったぞっていうのは書けるし、でそこで質問を書いてもらえれば次のゼミの時に説明できるでしょ。でそうすると毎回さ、こう並んでとかね、こう講座質問しなくても、もう自然に勉強復習して分かんないことを聞けばいいわけだから、だそういったところをこういう感じでこう書いていただくっていうのが、うん、あのやあのですかね、私のゼミの場合はやってもらってる最近はね、うん、でこれね入力しない人がいるんだけど、まあ事情によって入力できない人があるんだけど、あの毎週入力しないとかはダメね。これ初めて言っときますけど、ゼミを皆さんね一緒にやっていこうとなったら一緒にやっていきましょう。ぜひ協力してね、なんかね、あもう俺はいいからっていう、うん、じゃないのよ、うん、これも一緒にだから、もう私のゼミに来たってことはこれやんなきゃいけないの、うん、っていうもうね前提ね、もうこれお約束ですよ。お約束 で一緒にそれで学習、なんでこれやるかって言ったら、やっぱそういう学習の結果を反映させていくってことがすごく大事だからやってほしいの、うん、でもう一個はさっき言った論文処方箋っていうのをお配りしています。で論文処方箋っていうのは何ですかって言ったらね、こう試験毎回当年終わった後にね、こんな感じでこう出てくるんですよ。で点数と、まあこれ公表はこれ全体公表 でそれはある人のこう個人公表ね、うん、あなたこういうとこ良かったですよとか、あなたこういうとこダメでしたよって、私のこれ、まあ、毎回だから人によって違うんですけど書いてあって、でその分析シートというのがあります。でこれが採点リストなんですけど、でこれが大事で、これ何かって言ったら、答案の中のキーワードが全部バーッと書いてあります。でキーワードが書いてあって、それを何パーセント、全体のゼミで何パーセントの人が書いてるかっていうのをここに一覧で出してもらって、あ出してもらって出してるんです。でこれ拡大するとこんなになります、項目として。例えば侵害の定義に関してはこれ A ですよ。 A と何かさ 90% と書いてるわけ、うん、っていうことは、ね、逆にここでまあちょっと字小さいんですけど、兵は否認することができない、これも A だ、で 90% みんな書いてるということです。ところがこれなんか D ってあるぞ、出所混同防止、なんかまあこれ商標か多分ね、出所混同防止に関してはほとんどの人書けてないんですよ。 D これ D はね、だいたい 30% 未満だ、ほとんどの人は書いてませんっていう項目なんだけど、これも最初 D ってあるよ、 20% だ、禁止権の範囲をなんだ非類似商品とまで拡大っていう防護のあれかな、うん、趣旨のキーワードかな、でこれみんな書けてないんです。ということは、よく皆さんって対レジュメで戦っちゃうの、どうしても論文ってレジュメになること全部書かないか書かないかってするんだけど、 D 項目ってみんなが結局書けないんだから、これは気にしなくてもいいんです。それに対して A 項目 B 項目に関してはみんなが気づいて書けてるんだから、これについて落とさないようにするっていうのがすごく大事で、だからゼミに関してはさっき言ったゼミで答練を受けていただきます、分析してもらいます、私が答案回収します、で分析シートですね、論文処方箋と呼んでるんですけど、論文処方箋をお配りします。そのタイミングで生徒リスト AB で落としちゃったものを復習する。でそれはね、分析シートのちょっとまあこれ画面ちっちゃくて見えないんですけど、あのここのところに書いたんですよ、この人の数が ABCD っていう形で、 あなた何パーセントできてますよ、でこれがそのグラフです。だから A と B の項目が 100% になるようにしていくというのが目標になります。だから復習する時もこの AB 項目を何で落としちゃったのか、何で自分は書けなかったのか、そこを完璧にしていただければ、他の人が書いてることがしっかり書ける答案っていうのが作れるようになりますので、より合格に近づいていけると。結局論文というのはみんなが書いてることをしっかり書くってことが大事ですからね、うん、でそこってじゃあ何がでどうして見分けられるのかって、実はね問題文にちゃんとトリガーがあるのよ。でそこを見落とさない練習っていうのをね、ゼミの中で一緒にしていければと思ってますと。はい、で私のゼミは今やってる、まあそれがゼミ来てからで、家でやることですね、家庭学習はもうこれね1本だけ過去問です。うん、論文の過去問っていうのをやってもらってます。で論文の過去問に関してはもう勉強、本当に論文に関しては過去問中心です。で過去問を解けるまでもうやり込むっていうことがすごく大事。で過去問難しいんだやっぱりね、今までの合格者見ても過去問をこなすっていうのがすごく難しくて、特にまあ今の制度、現行の制度ですね、いわゆる3科目
3項目、うん、特日、衣装商標、120分、90分、90分の形式が平成14年からです。だから平成14年から直近の令和4年までの過去問を繰り返してます。まあ、ゼミの中で教材としてもお配りしますから。ああ14年から令和4年までの過去問ドーンと渡しますから。それを毎週毎週勉強で自分で繰り返しやっていくということになります。で、過去問をやることによって何かって言ったらね、項目出しができるんだらけ。問題文からトリガーというのを見つけられるんで、どうなんで過去問っていうのは。あ、この言葉があるから、これは41項10号書こうぜとかね、商標であればね、あ、この言葉があるから商標選手権書こうとか、あ、不正使用取消審判書こうとかっていうのが問題文のトリガーなんですよ。だその問題文から何を書くかって探すのが過去問です。で、過去問勉強してもただ結局論文って何を書くかが分かったら、次その例えば不使用取消審判であれば、不使用取消審判の時に何を書こうってことになるわけ。その書く部品だね、パーツの勉強が必要で、その部品の中身に関しては論文コレモンという教材をお配りしています。だこの2点勝負なんですよ、私のゼミで。論文コレモンっていうのは何かというと、要するに論文の過去問ってすごく長いから、それを全部バラ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 ってバラして、1個のこうちっちゃい定型文にしてます。で、1個の定型文にして、だこれ、ね、過去問で問われている論点を細分化、だ論点ごとにレジュメを切って、だからこれだけ見てもわけわかんないので、これに対応する問題をくっつけてるっていう感じです。ということは、これ1問見ると論文試験で出てる論点を1個潰せるということになります。はい。なんでこれを覚えていくことによって、書く内容、うん、なので事例以外趣旨問題とかっていうのも、だから趣旨こういう趣旨だったらこういうこと書くよってことが書いてあって、それを潰していただければ、部品部品がわかるようになるんで、うん、まあ、それは組み合わせですよ、うん、っていうことになります。問題文、よく私の論文というのは、問題文の言葉と条文の言葉を使えば、実は論文の答案って半分できます。あとは、それを書きやすいように今言った論文コレモンというのを、まあ、組み合わせてやっていくってことですかね。うん。組み合わせ。で、結構ね、数的には多いです。今、どんどん増えてきちゃって。特許がいくつかな、80ぐらいのかな。うん、で、一生商用、まあ、60とかぐらいあるのかもしれません。ちょっと、まあ、正確な数字覚えてないですけど、で、それをお配りして、これも範囲決めます、毎週。うん、何問から何問をやってくださいね、何問から何問やってくださいねっていうことになって、この論文これもっていうのを活用することによって、うん、この部品部品はしっかり覚えていただくという形ですね。須藤さん、あ、この問題読んで、うん、あ、これできるぞ、いわゆる、まあ、それって私は項目出し、うん、アクティブな項目出しとかっていうんだけど、あ、この問題ね、例えば、うん、特許であれば、うん、無効理由あるかな、あ、無効理由あったと、143の主張だ、じゃあ143の時ってどういうパターンで書くのかなっていうのが頭の中に入っていれば、そこは素早く書けるんですよ。逆にそれが入ってないと考えなきゃいけないね、あれとあれを書かなきゃとか、あ、選手用の言葉書かなきゃいけない、選手用権の要件ってなんだっけなとかっていうのを思い出さなきゃいけないんだけど、論文コレモンの頭の中に入っていれば、はい、選手用権のパターンって、ね、そこがもうさささって書ける。それ時間もかからないし、そのパターンが入ってないと全部考えなきゃいけないから、すごく時間がかかってしまうということで、まあ、それを防ぐためにっていうところで、まあ、この論文コレモンっていうのをうまく活用していただいているという、活用していただくような形になるかと思いますと。はい。で、まあ、それ自体がちょっとパンフレットですかね、のちょっと対比で話をさせていただくと、よいしょよいしょと。うん。うん、まあ、今言った例えばここですかね、試験に必要な学習範囲優先順位だ、どこをやるべきかということですね。試験に出るところだから、結局まあ試験なので、うん、さっき言った、まあ、それがさっき言った AB 項目とかになるんですけど、 C とか D とかつながる項目って一生懸命やっても、じゃあ点つながりにくいんですね。だ、まず今理解しなければいけないところっていうのを、まあ、しっかり進めていただくっていうところがすごく重要ですね。うん、まあ、まあね、普段講座で入門とかもやってますと、やっぱりいろんな受講生の方見てるので、あとみんなここ引っかかるなっていうところであれば、そこはあんま気にしてないし、逆にやっぱ書けなきゃいけないところ、うん、で、もともとすごく自分自身暗記が苦手なんですよね、うん、やっぱ覚えるのが本当苦手でね、だから皆さんにあんまり覚えろ覚えろって言えないんですよ。だから自分が覚えられない、うん、で、私が覚えろって言ってるのは本当に数少なくて、例えば衣装の用紙の定義ですね、衣装の用紙の定義とか用紙変更のところはあれ覚えなきゃいけない。なんで覚えなきゃいけないかしたら、衣装の用紙とかってね、ほとんどの受験生正確に書くのよ。だからそういうところはしっかり押さえなきゃいけない、
うん、でみんなが書くんだもん。でそれ以外のところ、例えば判例問題とかってさ、結構フレッド・ペリーとか商標のさ並行輸入とかってこうドキドキするじゃない、うん、であんま書けないと思うけど安心してください、あれみんな書けないってことは、最低限のキーワードさえ押さえていればそれなりの点数を使う、満点は取れないかもしれない、でも合格点クリアできるレベルには書けるんですね。だそういった、まあ、重要度によった強弱っていうのを、まあ、抑えていくってことが重要かなと思ってます。あとはさっき言った、まあ、弁理士としてどうなのっていうところはやっぱ常に考える、うん、で具体的な事例に基づいて、いやこれって、まあ、実際こういうことはないよね、うん、確かに拒絶流が来てて、まあこれ最後の拒絶流通知だから、ね、まあ、ただあの実務的なマニアックな話まだしないですよ、そこまではね、うん、意味ないですからね。最後の拒絶ルーツに対して審査官に交渉して、あのこれは認めてもらいましょうってさ、それは論文書けないから実際やるけどね、やるけど論文書けないこと言ってます。ただ話はします、結構。だって受かった後に皆さんに活躍してほしいわけですから、やっぱり弁理士として。だからまあこういうことで、特にね、自分なんかも受験生時代って全然関係なかったんですよ。東京事務所は先で学習塾から来てるんで、もともと本当にあの教えることやってたけど、うん、知財の仕事をしただけじゃないから、いまいち勉強してても実務的な内容がリンクしないんだよね。だからそうなんだって知識で終わっちゃうと、うん、だけどやっぱりその時にね、自分なんかも講座を取ってても、実務的なことを話してくれる先生の講座とかってつながるんですよ。あ、こういうふうに将来使うんだってっていうのを私も思ってるんで、やっぱそういったところは皆さんにお伝えしていきたい、うん、で受かった後にね、うん、ぜひそこを活用していただきたいと、そういう知識をねと思ってます。あとはまあさっき言ったもうみんなで書く項目、これもまさに試験、もうだからやっぱり試験に受かるってことほんと前提なんですよ私は、うん、だからみんなが書く。で特に最近は合格者が、まあ、ちょっとまだ今年わからないですけど、かなりもう減って、受験者自体が減っている、合格者も減るでしょう、狭き門になってます。狭き門になってるんだけれども、やるべきことは変わらないと思ってます。でみんなが書けることを、当たり前のことを当たり前に書くのが論文試験は合格する秘訣です。よく私言うのは、1年目の人でも受かるんです、受かる人いるんです。1年目で受かった人は 天才ですか、いやそんなことはないです、うん、皆さんと同じ、逆に、ね、2年目3年4年やってる人の方が全然できたりする。でもなんで1年目の人の答案が受かったのか、それは当たり前のことを当たり前にちゃんと書けたからです。だからそのレベルでやれば論文って受かるので、皆さんはねハードルを高くしすぎです。もうちょっと基本的なところを押さえていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい、うん、であとはまあさっき言った採点の方法とかね、だからあとはもう特徴的なのは、私ね講師かけってのはあまりないんですね。よく聞くの、よくアンケート取ったりもするのよ、その場で。何か例えばこの項目って、ね、今回言って中庸検って僕書いたんだけどどうですか、ね、問題文書かれるの、これよくある質問なの、問題文ってこれ中庸検使うんじゃないですか、中庸検書いた人って手挙げてもらう、いない、あもうじゃあそれダメっていう、そんだけ。逆にレジュメになくて、ね、いや僕公用権書きました、まあ公用権出る問題なんかないけどさ、まあ、仮に公用権書きましたと、あそうなの、公用権書いた人って半分以上手を挙げた、あじゃあそれは意味あるよねって、なぜかってみんなそう思ったんだもん、そういうことなんですよ。だからあくまでやっぱりその相対的な評価っていうのがあのすごく重要かなと思います。うん、でまあその最後のとこに、まあ、受験生時代でなんかこれ書いてくれっていうのがあったので受験生時代って書いてるんですけど、本当にね勉強今でもそうですけど好きじゃないので、まあ、割と不真面目なんですね。うん、で今でも私は自分自身は不真面目だと思っていて、ただ不真面目を真面目に突き詰めてる、うん、でいかに手を抜けるかっていうのは結構真剣に考えていて、でいかにサボるかね勉強もっていうのあります。なので、まあ、極力覚えない。で特徴的なのがこのマッチングって書いてあるんですけど、マッチングってこれ何かっていうと、論文の問題と条文と答案の比較をするんです。でそれで問題文で使っている言葉と答案で共通している言葉、条文の言葉と答案の言葉、これをね一緒にこう比較していくんです。そしてでも塗っていくの、塗ってって、とかなぜ塗るかって言ったら、問題文の言葉と条文の言葉って本番で見りゃ分かるので、レジュメの中でもそこは覚えなくていいんですね。だそれ以外のところ、例えば選手要件即時実施の意図、これは問題文とか条文から分かりません、そこは覚えなきゃいけない。でも例えば選手権の当てはめについては問題文の条文からできるので、そのレジュメって覚えなくていいんですよ。ということで覚えなくていいことと覚えるべき、覚えなくていいことと覚えるべきことをしっかり色分けしていくっていうのが、まあそのマッチングの一つの目的なんですけど、まあそういうことによってより確実な答案を作っていくという流れに持っていっていただきたいなと思っています。はい、でまああと時々質問いただくのが、初学者
の人ですかね、初学者の人でできそうですかって言われるんですけど、まあ、別にそこはね気合で乗り切れると私は思ってます。うん、ただやっぱね受け身じゃダメよ、積極的に来ていただかないと。でその時に担当、まあ、私は担当組論文組っていうんですけど、担当試験がある方は後半は担当モードっていう形でやっていただくことが多いです。担当モードって何かっていうとね、答案構成だけやってもらうんです。でその代わりちゃんと1時間でね担当の問題用意しますから、で担当の問題解いてもらって、残り30分答案構成だから論文書いてる時間がもうなくなってきちゃうんでね、担当直前になってくると、そういう形で一応担当組の人は担当モードみたいな形で一応対応はしているのが毎年ですね。あとお休みされた場合、基本的に通っていただくのが前提だと思ってください。やっぱゼミってフェイストフェイスのどんな人かなと思って私も採点してるの、天さん君の時、ああ A さんってそうだよ、あの人いつもなんかこういうこと見せちゃうよねとかさ、B さんってね、なぜかいつも一番後ろの席だけど、なんか一番こうね、キラキラして見てるよねとか、そういうことを思いながら添削してるので、だからまあ、基本的には通っていただくのが前提ですね、ゼミに関しては。うん、ただまあ、ね、まあコロナとかもあるんでね、そこはちょっといろいろと対応はあるんですけど、で、欠席の時に関しては、もし、まあ、通学していただいて、まあ、お休みしましたよっていう場合はね、一応音声を取ってるんですよ。あと PDF でレジュメはスキャンしてるので、あ、それはメールでお渡ししてます。なのでその場合は欠席時の問題を解いて、実際その音声を聞いて講義を確認しつつ、答案チェックとか分析して同じ作業、要するに通った時と同じ仕組みをやってほしい。で最終的に答案と分析シートを PDF で私ので返すってことで、一応休みの時にはそんな形、ちょっとまだねピンとこないと思いますけど、一応そういうことをやってますと。ただね、配布物についてはね、これ共有フォルダを経由して PDF での配布になります。だからパソコン持ってないとかなりきついです。スマートフォンだけだとちょっとさすがに厳しいんじゃないかなっていう、受信、まあ、できんとかどうかちょっと分かんないですけど、だからね、まあ、時々そうもあるんですが、まあ、プリンターも持ってませんってなっちゃうとちょっと受け取りがなかなかね厳しくなってくるんで、まあ、先あるんだけどね、プリンター持ってないで、答案スキャンしてもらわなきゃいけないんで、最悪まあスキャンはねコンビニに行けば10円とかでスキャンでき PDF にできますから、あれですし、まあスマートフォンで撮影していただいてもいいんですけど、スマートフォンで撮影して PDF 作るってソフトもあるんで、まあそんな感じでやっていただいてもいいかなと。あとはね、まあそうね、特徴的なのはまあツイッターとかよく私のゼミとかなど使ってもらってることが多くて、なんでツイッター使ってもらってるか、まあ、いつでも質問してほしいっていう、質問されること好きなんですよ。で質問って本当にウィンウィンの関係 で皆さんも分かんない、皆さんたちも分かんないことが分かる、で私も皆さんたちが分かんないところが分かるわけよ。で講師ってこうやってさやってると一方通行じゃない、だ分かってるなと思って話してることが意外に伝わってないんだよ。そこ分かってなかったのねってことがあって、でそれってね、質問されない限りこっちフィードバックないの。だ質問されることは非常にありがたくて、こちらとしてはね、私としては。だから全然質問をいつでもしてもらってよくて、その時にまあしやすいから、まあツイッターとか、まあメールでも別に構わないんですけど、だまあさっきのね、学習アンケートも書いてもらうから、まあどっかでこう書いてもらうと、ああ、なるほどと。あ、意外にここってこの説明じゃ分かんなかったのね、みたいなことがね、こっちも分かってすごく嬉しいので、まあ、お互い本当にね、楽しく仲良くやっていくと。いうのが本当私のゼミの目標、まあ、それが目標じゃないの、目標は受かることだよ、で目標は受かるね、あ、もう楽しいね先生のゼミって、俺あと5年来るぜってね、それは困るそれは困る、とにかく来年受かってほしいんですけれども、まあそのためにはただ受かるための努力っていうのはね、やっぱりしっかりしていかなきゃいけませんので、まあ楽しいだけではね当然受かるわけじゃないですから、やるべきことはやる。例えば家庭での過去問学習、論文これもっていうのをしっかり繰り返してほしいですし、まあ、さっき言った分析シートとの枚数をお渡ししますのでね、ちゃんとその AB 分析を落としてしまえば、 AB 項目を落としてしまえば、そこをしっかり復習するという形で進めていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあね、まあいろんな講座とか、まあ、ゼミとかっていうのがありますんでね、まあ、まあ皆さん受講をね選ぶ方の立場からすると非常にまあ悩ましいと思います。まあ、気持ちはよくわかるんですけどね。だから、まあ、そういった意味では皆さんがこう満足が、いくもの、私としてはまあやっぱりなんすか、ね、自分が受講生だとした時にこのゼミ出て満足できる内容は何かなっていうのは、やっぱり、まあ、私はそこ意識する、まあ、普段も言ってるんですけど、やっぱサービスを受ける側として嬉しいことをやりたいとは思ってますので、まあ、いろんなサプライズを時々したりするんですよ。何をするかは例年違うので、こんなことするのみたいなね、
いうのが私は好きなので、まあ、ぜひただそのサプライズにしても何にしても皆さんには後悔させたくないっていう気持ちは持ってますし、やっぱり本当に受かってほしいっていう気持ちですかね。もうその気持ちがもう本当に毎年ですね、やっぱ残念でしたって聞くとすごく私も悲しいし申し訳ないなっていう、よく言うんですけどね、ダメだった時は私のせいと思って、受かった時は自分が頑張ったと思いなさいっていうのをよく言うんですけど、まあ、ね、まさに本当その通りで、まあ、私としても皆さんに受かってほしいために、まあ、去年のゼミより今年のゼミ、ね、こういいものにしていきたいと思ってますのでね、まあ、ぜひ本当にご参加いただけるとありがたいなと思いますのでね、ぜひよろしくお願いします。はい、というところでね、時間になりましたので大ランスはここで終わりにしたいと思いますと、まあなかなかね遠方の方だと、あ、ゼミ行きたかったんだけどっていう方はね、それ以外の講座とか道場とかも私がやってますので、そういうのでもしねご参加いただける機会があればね、ぜひご参加いただけるとありがたいなと思いますし、はい、ぜひね来年の合格目指して皆さん頑張っていきましょう。じゃあ今回のガイダンスはこれで終わりにしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。さよなら。はい、じゃあ、エルゼミババクラスの、インタビューというところで始めます。ゼミをなぜ取ろうと思ったのか。担当の時からババ先生にお世話になっていて、すごいあんまり無駄なことをしなくていいっていう教えが自分に合ってるなと思って、ゼミを取ってやってきました。先生のエルゼミの紹介動画を見てとても楽しそうなゼミだと思ったので受講しました。ゼミの中でやっていて良かったと思うことは何だったでしょうか。ゼミの勉強でね、良かったなと思うことは何だったでしょうかということで、はい、他の受講生の書いた答案の回し読みをしたことです。これが他の人と自分との違い、いいところ悪いところを見つけることができました。はい、解説の時に双方向っていうか、なんか解説をしながら質問してくださって、理解を確認しながら進められたことが直接講座、教室講座ですごいの良さが発揮されて良かったと思います。ババ先生のゼミではまず自分で書いた答案を自分で添削するというところが他のゼミとは違っていて、それによってその自分がどこを間違えたのかっていうのを客観的に見られる能力がついて、他の答練でも活かすことができました。じゃあ来年とか次の合格者というか、受験生に向かって何か一言。過去問を先生の指示のペースで、工夫して、進めてみてください。過去問解いていれば受かります。馬場先生の授業全般に言えるんですけど、楽しくなければ続かないと思うので、まあ、勉強だけじゃなくていろんな周りの方とのコミュニケーションも含めて楽しんで受験勉強してください。とっても楽しいゼミなので、楽しみながら受験勉強をすることができますということです。はい、以上でありがとうございました。